正解ですね。で続いては、うん、ハーベストタイムのお二人、なんと岐阜県から来てくれましたよ。岐阜県の羽島市の北川恵子が今月をやってきてくれました。嬉しいです。もう今日クリスマスバージョンという、ね、はい、お衣装で、ね、はい、ということでマイクを渡しようと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは、どうも、今回で2回目の出演になります。よろしくお願いいたします。懐かしい曲をねやるのと、あとオリジナルをねぼちぼちやっております。MC 担当どうぞ。はい、皆さんおはようございます。はい、ハーベストタイムですけれども、私鹿島からやってまいりました、鹿島市娘でございます。はい、そして岐阜市から、はい、やってまいりましたやすさんと言います。では、皆さんご存知の曲で、ご存知の曲でご存知な人だと思うんですけど、吉田拓郎さんのナンバーから、どうしてこんなに悲しいんだろう、聞いてください。Thank you.
2人とも意外なんですけど吉田拓郎大好きなんで、女性で吉田拓郎好きっていうのねいないんですけど、うん、ね、何でも僕がこれやりたいって言ったら何でも好きだっておっしゃったね。というかですね、私篠島まで行ったんですよ、あのコンサート。はい、それぐらい大好きで。そうですか。次はオリジナル曲なんですけど、あのヤスさんが作った曲、おじさんが作ったからおじになると呼んでるんですけど、今この時という曲を聴いていただきたいんですけど、お願いします。ちょっとね、リズム感のある曲なんで準備をしていただければ幸いでございます。行きましょう。ワン、ツー。なんかね、人生の応援歌じゃないかっていうことでね、なんかそ
そういう感じの曲でした。はい、次はですね、先ほどは拓郎さんだったんですけど、今度は井上陽水さんと行きたいと思います。井上陽水さんのナンバーは新しいラプソディと、今日はね、あの朝一ね、本当たくさんの方毎回ね、この寒い時ですけどね、お見えになって、私のね、足のような立派な大根持ってましたけど、美味しいお野菜いっぱいで、I love you.
アイラブユアライブみたいで、あれですね、出れるなみたいな感じで、すみません、ね、声がなかなか出なくて、失礼いたしました、ね、はい、それではラストの加速でございますが、私たちのグループはハーベストタイムといって収穫の時というあの意味なんですけれども、その題名ですね、グループ名と同じハーベストタイムという、ね、曲をあのヤスさんがまたおじりなるで作りましたので、ぜひとも、ね、聴いていただきたいと思います。人生の収穫の時のね、私たちもいい年でございます。いつ 何があるか知りませんけども、毎日をね楽しくいきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。君が歩いてきた日々、昨日今日明日、積み重ねてきたこの時、満ち足りた。